中年オタッキーです。今日はね、まあいろいろネタはあるんですけども、とりあえずね、もう一本残ってたこれですね。これバビロン13ですね。ドリームロコモーティブ様から提供された、ロモグラフィーのね、特殊な、低感度フィルムですけども、これ以前ね、ニコン F フォトビックで、ニッコールね、オートニッコールの 50mmF1.4 で、撮影してね、結構ね、いい結果が出たフィルムになりますけども、まあニコンのレンズはね、解像度、でね、解像度がすごい素晴らしいレンズになるんですけども、まあ、オリンパスも負けてないぞということで、今回ねこのカメラ、はい、OM2N ですね。 OM2N でね、AE を使いまくって撮ってきましたちょっと怠けた撮り方になりましたが、まあね、おかげでね、そのなんていうんですか、露出外しが少ない、まあ成功率が高い一本、結構一本丸々ほとんど露出外しなしでね撮れてきたんですね。でね、その作例をね紹介しながら動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。このバビロン13なんですけどもね、ロモグラフィーさんのなんか木のシリーズっていうね、の一つっていうことで、3つぐらいあるのかな、木のシリーズで。まあ以前紹介しましたファントム8もそのシリーズの一つです。木のシリーズで木のが何の意味なのかちょっとわかんないですけど、ね、適当やな。で、ドリームロコモティブ様からね、提供いただいたもので、結構ね、高価なフィルムになるんですけどね、本当にありがとうございます。おかげでね、存分に楽しませていただきました。まあ、紹介することもできたんでね、もしかしたら僕の動画を見てね、ロモグラフィーさんからね、フィルムを買ってるような方もいるかもしれませんけどね。で、今回ね、撮ってきたのがね、この、オリンパスの OM2N に、随行のね、OMC の随行 MC オート S、50mm の F1.4 で撮ってきました。なぜこのレンズで撮ってきたかっていうと、50mmF1.8 もね、F 随行と 2本持ってるんです。随行 MC と持ってるんですけど、どちらも状態が良くないんですね。で、絞ったら使えるんですけど、周辺部がおかしくなってるレンズでね、周辺部がおかしくなってるレンズで、開放だと絶対影響が出るなと。で、低感度フィルムですから開放を多用するので、まあ絶対影響が出る写真になってしまうので、使えないなと。50mmF1.8 の方がいいっていう話もあるんですけどね、F 随行の方もね、MC の、MC っていうのはね、マルチコートっていう意味らしいんですけど、まあ、そのままですけどね、どちらもね、その、随行の 50mmF1.8 もいいっていう評判なんですけども、まあ、これを使わざるを得ないというか、まあ、キャノンとかで撮っても良かったんですけどもね、随行のレンズの解像度ね、前回この OM2N を、試写した時にね、おーっと思いましたんで、このカメラとレンズの組み合わせで撮りました。でね、バビロン13ということで、ISO13 なんですけども、OM2N はね、13っていうメモリはありませんで、12ですね。で、12でね、12に合わせるともうね、補正がね、プラス補正はできないです。マイナス補正しかできないですね。だからこれが限界みたいな感じの、感度になるわけなんですけどもね。それでまあ撮ってきました。まあ基本的にっていうかもう全部 AE で撮ってきて、いい感じでね、撮れてきました。で、まあ、ここからはね、の作例を紹介していくことになりますが、まあ、これ1枚目からいきますけどね、もうとにかくね、絞りが開放ぐらいになってしまうので、背景がボケます。で、もう見ていただければわかるように、やはり、もう絶妙、抜群のディテール、で、艶があるところのね、その、なんていうんですか、その艶のディテールもね、ものすごくバッ
っちり出るんですね。流浄感がもうほぼないので、もう普通のね、そのモノクロフィルムとはもう異次元ですし、デジタルともまた違うんですね。デジタルよりもね、何ですか、まあラーメンで言ったらコシがあるというか深みがある絵が撮れると思います。これダイレクトプリントでね試してもすごく面白いです。このツヤのある部分とかがものすごくねディテールが出てますね。これはね明石海峡橋の見える展望台のキャラクターなんですけど、これもねディテールが出ております。で普通の風景写真を撮ってもね非常に趣深い写真が撮れます。なんですか、逆光にしてそのツヤがある部分とかもまあいいディテールで撮れますし、このようにもう順光で普通に撮ってもね普通に綺麗な写真撮れます。で、なんせねその絞りが開放付近になるのでもうちょっと近くのものになると簡単にこのようにね背景がボケボケになるんですね。このカメラこのフィルムで、撮るときはとにかくねそのレンズの性能が出ます。そのフィルムのディテールが抜群であるがためにねそのレンズ選びが重要になってくると思いますね。前回はねニコンのニコロート S50mm F1.4 で、今回はこの、マルチコートのね、随行で撮りました。このマルチコートの随行ちょっとコパ落ちはしてるんですけども、コパ落ちの影響はあんまり出てないような感じがしましたんで使いましたけど、まあ、このねレンズで撮って改めてその随行レンズのね解像度の高さ、背景ボケの美しさも、同時に確認できる、ことになりましたね。これ結構ねこのフィルム、レンズ殺しと言いますか、ちょっと良くないレンズで撮るとその良くない部分がバーンと出るぞみたいなフィルムになります。ただレンズがいいとね今回のように特に僕タヌキの写真が気に入ってますけど、ものすごいディテールになるんです。バイクのねタンクとかもねものすごいディテールになると思いますね。これメカメカしいものを撮ってもねしっかり絵になりますし、今回ね橋が見える丘で撮りましたけど、その風景でもねなかなかいい感じに撮れるんですね。で、ファントム8がね、背景に出るっていうことも話しましたけど、まあ、バビロン8もね、十分にハイコントラストです。ただ、ファントム8に比べると、ちょっと柔らかい感じになって、こちらの方が僕は好きですね。で、被写体を選ぶという意味では、ファントム8が撮りにくいフィルムになると思いますが、逆にその、ハイコントラストがバッチリ合う被写体には、ファントム8がいいかもしれないですね。で、バビロン13は結構、被写体を選ばないフィルムに属すると思いますんで、こちらの方が使いやすいのは使いやすいと思います。感度も13ありますね。13あります、ね。13しかないんですけど。で、撮り方としてはね、その、ISO100 の3段落ちになりますね。100の1段落ちが50、2段落ちが25、3段落ちが 12.5、まあ13ということで、3段落ちになりますんで、まあ日中、晴天の日中であれば、100の3段落ちなんで、125、60、30分の F8 か。シャッタースピード30分の1 F8 か250分の1の 5.642、 250分の1の 2.8 ぐらいになってきますね。今その、コダックのね ISO6 のデュプリケートでしたっけ、 ISO6 の、フィルムで EOS1N で撮ってますけど、だいたいねシャッタースピード60の F4 とかプログラムモードにするとそのぐらいを選択してきますね。まあ一応ねそのデュプリケートとかファントム8に比べると若干選択の幅が広がりますんで、日中晴天日中だと一応 F8 も選べると、30分の1になってしまいますけどね。ですけども、まあ、5.6 前後で撮るのがおすすめの撮り方かなということで、まあ、大体ね、明るいところでは 5.6 で切ってます。まあ、そんな感じなんですけどもね、このフィルムね、本当にね、面白いフィルムでした。も
っとね、あのお金が余った時にでもね、あの5本パックで注文してまたね、あの撮りたいかなと思いますけど、まあ撮る時間もないといえばないんですけどね。本当にね、あのドリームロックモデルさんありがとうございました。もう本当にね、おかげさまで楽しく写真を撮ることができました。でファントム8がまだ1本残ってるんで、ファントム8はね、ヤシカハーフ17で撮って、あのハーフでね、微粒子フィルムを使うとどういう画質になるかっていうね、実証実験をしていこうと思いますが、今日の動画いかがだったでしょうかね。まあすでにねファントム8で撮ってる方、作品投稿に上げてきてる方もいらっしゃいますけども、これどちらを使っても面白いと思います。ただもう明るいレンズは必須になりますし、どうしてもねシャッタースピードが遅くなったりしますんで、F4 のレンズとかだったら IS が入ってるレンズの方がいいかもしんないですね。まああの我慢してじっくり撮るか三脚を据えるかとかいう、方法もありますけどね。はい、今日のねフィルム紹介になりますねの動画はここまで。ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿紹介のコーナーですね。前回もね言いましたように、静止画を動画に変換するアプリの不具合がまだ治っておりませんので、今回もねちょっと字幕なしになってしまいます。申し上げません。そのアプリ課金してるんでね、ちょっともう勘弁してくれよって話なんですけど、お金払ってるんでね、もう使えなくなったら困ります。でね、作品投稿のコーナーね、最近ね恐ろしい数の投稿が来ておりまして、多分ね今投稿していただいてもね、2週間以上待っていただく形になると思いますね。ちょっとね、動画を増やして対応しようかなと、もう思いましたが、増やしようがないですね。ネタがちょっと出来上がってきてないんでね。で、今日の、作品は、もうすごいことになってるんで、ダムお猿さんの作品2枚ですね。1枚目のタイトルが、ゴミ出しの朝。2枚目のタイトルが、バラですね。1枚目がね、ニコマート FTN。ニッコール HO と 50mmF2 の組み合わせ。フィルムが富士カラーの100ですね。2枚目も同じ組み合わせになりますね。これ1枚目なんですけどもね、夕暮れのね、空、これね、構図がね、素晴らしいですね。屋根をちょっと入れて、その空の広がりの大きさをね、表現してやります。色も非常に綺麗ですね。これ富士カラー100、忠実再現ですけどね。なかなかいい色になってますね。2枚目のバラですけども、まあバラ、これはね、平凡な写真といえば平凡な写真になってますけど、光がたっぷりある、状況で、撮られてますね。僕だったらもうちょっと寄るかな。まあまあ、こんな感じかな。ピント合うかな。僕やったらこういう構図にするかなと思います。まあ、寄った写真が好きということもありますけどね。はい、ダモーサルモ、さんありがとうございました。次がね、小田にぎりさんかな。で、2枚になりますね。1枚目がね、タイトル、静寂の駅、コニカオート S、フィルムが富士カラースーパー100、使用期限2008年2月の期限切れフィルムですね。2枚目がね、移りゆく季節、カメラがニコマート FTN、レンズ、ニッコール HO と 50mmF2、フィルムはね、富士カラープロ 400H になります。写真なんですけどもね、この静寂の駅ということで、これ田舎の駅のね、夜かな、僕の家の近所にもこういう駅がありますけどね、寂しい感じがいいですね。で、2枚目の方なんですけども、これはね、紅葉じゃないや。木の実かな、になるんですけども、これちょっともうちょっと寄りたかったとこですね。また寄るか、また寄るかって感じですけど、またこんな感じ、まあトリミングしてもいいんですけど、こんな感じになってもいいんじゃないかと。解像度もね、十分ありますし、これトリミングしてもいいと思いますよ。小田にぎりさん、ありがとうございます。次がね、
直樹さんから2枚。EOS R での作品とかですね。1枚目のタイトルが、この光景、大人になっても忘れるな。2枚目がね、息子と2人、高知県四万十の旅ということですね。どちらもカメラは EOS R で、1枚目が EF2870F2.8、2枚目がね、EF7300 ですね。で、写真なんですけどもね、これ1枚目、大人になっても忘れるなって、これ、子供がね、真ん中、通学中の子供が、映ってるんですけども、これもね、トリミングしていいと思います。ちょっとね、被写体が埋もれてしまってるんで、EOS R の解像度からしたらね、もうぐっと寄っていいと思います。で、トリミングね。で、2枚目の方なんですけどもね、旅情あふれる写真になっておりますが、天気がもう一つでしたね。やっぱ写真と天気は大きく影響しますね。まあ、旅行に行ったんでね、曇ってるからって、まあ、しょうがないということはしょうがないんですけども、作品としては光が欲しかったところですね。はい、直樹さんありがとうございます。次はね、北野隆さんですね。1枚ですね。タイトルがね、灯籠もみじ。カメラがミノルタ AF テレ9D。フィルムコダックカラープラス200。前回かな、ライブでね、二焦点の話しましたけど、前々回のライブか。これ二焦点のプラカメですね。僕も使ったことあるんですけどね。38mm が F2.8、60mm が F4.3。ロックオーデルではないですが、良い写りをしますという。で、写真なんですけども、本当に良い写りしてるんですね。ただね、僕的にはね、また夜かって、まあ、灯籠によってね、こういう大胆な構図で、撮るのがいいかな。でね、良い写りしてますが、AF テレ僕も使ったと言いましたけど、フィルムね、3枚か4枚撮ったところでね、シャッターボタンがね、ビョーンって飛んで、バネがなくなってね、使用不能になりました。シャッターボタンがね、すごい細いプラスチックの爪で2箇所で止まってるんですけども、その爪が折れたらね、ドーンと飛び出すんですね、シャッターボタンがね。北野隆さんね、もうこれ古いカメラでプラスチックも劣化しておりますので、シャッターを押すときはじわーっと大事に押してくださいね。僕と同じことになりますんでね、僕のはもう完全にゴミになりました。はい、今日の作品紹介は、こんな感じですね。5名様の作品紹介になりました。はい、でここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、野良旅人さんの俺のカメラですね。俺のカメラに投稿します。先日レンズ付きで入手したニコン F2 フォトミック、感動品で1万6000円でした。おたきさんに影響されて探していましたが、良い品に巡り合いました。撮影はミノルタ XD に 50mmF1.4 ベルビア100で撮ってます。このね、レンズ付きって、これ2本レンズ映ってますけど、両方ついてきたのだったらね、なかなかのお買い得になると思います。状態も良さそうですね。これブラックボディになりますね。まあどうしてもこれベルビアで撮ってるということで、開放になるのかな、ボケがちょっときつい感じにはなりますけど、ニコン F2 フォトミックね、このカメラ僕のね、ニコンは今ニコール SO と 50mmF1.4 日本光学がついております。このレンズはね、高川様からいただいたレンズになりますけど、このカメラね、このニコン F の時はアイレベルが標準だったんですね。で F2 からはフォトミックファインダーが標準になります。フォトミックファインダーって言っても、まあ簡単です。言うたら露出計がついているということですよね。アイレベルは露出計がついてなかったんですね。まあ当時のプロカメラマンとかハイアマチュアの人はもう露出計なんかいらねえっていう人が多くて、露出計がね、後付けになったりとかいうのが当たり前だったんですけど、露出計が後付けっていう構造のボディはニコンのフラッグシップ F2 が
最後になりますね。これなかなかいいカメラですよ。私も持ってますけど、私のはね、50mmF1.4 付きで12000円だったかな、安かったんですよね。露出系もバッチリ動いておりましたが、僕のは、シャッター膜の調整が必要でした。まあ調整したからいいんですけどね。はい、じゃあ俺のカメラのコーナーはここまで。今日はね、久しぶりにね、やったらやっちまったのコーナーがございます。はい、やったやっちまったのコーナーですね。久しぶり、やったやっちまった、まあやったでもいいんでね、ぜひ投稿してくださいね。あのやったやっちまったのコーナー結構楽しみにしております。で、今日のね投稿はドリームロコモーティブさんの、これどっちになるのかな、やったやっちまったのコーナーに投稿させていただきます。カメラはキャノンオートボーイ S になります。キャノンオートボーイは何台か所有しておりますが、シャッタースピードは最速で1200分の1秒まで対応した S シリーズが欲しくなり、初代の S をヤフオクで探していたところ、手頃な価格で出品されているものがいくつかありました。人気の S シリーズなので入札して競り合っても2000円以上覚悟し、安全策をとってダブル入札をしてどちらかを落札できればと思っていたら、よそに反して競り合いにはならず、気がつけば2台とも落札してしまいました。動作品とのことでしたが、1台は電源を入れると背面の液晶が映らず、やっちまったと思ったのですが、カバーを分解し組み上げたところ無事に液晶も復活。いきなり2台所有となってしまったオートボイエスですが、違うフィルムを入れて2台持ちで撮影するのも良いかと前向きに考えています。これはやっちまったになるのかな、やったになるのか微妙ですけど、2台ですか。これ僕はね持ってないですし、見たこともないんですけど、シャッタースピード1200分の1秒まで切れる、コンパクトカメラなかなかいいですね。レンズの方は 38mm から 115mm の F3.6 から 8.5 の開放 F 値。まあ、テレ側ではね、全然普通なんですけどね。ペンタックスの SPO135 なんかあるし、開放 F 値が11、14とかありますしね。以前、随分前の動画で、天文学的に暗いレンズって紹介させていただきましたけど、まあそういうカメラもありますんでね。オートボーイシリーズね、映りが非常に、よろしいものが多くてね、これもね、またいいのが撮れたらね、作品投稿の方お願いします。はい、ドリームロコモーティブさん、ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになりますね。ちょっと作品投稿のコーナーがもうボンボン来て、作品投稿のね、紹介がどんどん遅くなっていってしまいます。申し訳ありません。俺のカメラのコーナーとか、やったやっちまったのコーナーはね、空いておりますのでね、またそちらの方もご利用いただけたらと思います。はい、で、次回の動画なんですけども、はい、久しぶりに登場しました。ニコン F90X ですね。今電池抜いてるんだった。これでね、リバーサルフィルム、プロビア100ですか。でね、このレンズ、4386ですね。これ久しぶりに登場しましたが、ミッシェルさんからね、提供いただいたレンズになります。非常にね、状態が良い、4386のね、後期型ですね。2型っていうのかな。で、一応ね、3570でも撮ってます。半々ぐらいで撮ってるんですけども、どんな写りをするか。ニコンのね、まあ、言うたら、どっちかといえば廉価版的なズームレンズで、おとなしめの発色をするプロビア100と組み合わせて、どんな感じの写真が撮れるかなーっていうね、動画に、なってまいります。ちょっとね、今週は、今週アップできるかどうかわかんないんですけども、フィルムネタ3連チャンということで、フィルムネタ実はあんまり人気がないんですけども、撮影する上ではね、フィルム、どんなフィルム、どんなレンズで、どんなフィルムで撮ったら、どんな絵が出るかっていうのはね、参考になると思うんでね、ぜひ見ていただければと思います。
はい、今日の動画はこんな感じでおしまいです。いかがだったでしょうか。またね、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんでね、ポチッと今すぐ押してください。コメントの方はね、一応ね、全部ね、コメントの返信は、していくことになっておりますんで、ぜひぜひコメントの方お願いします。いろんなことね、感じたこととかね、何でもいいです。コメントいただければと思います。で、チャンネル登録の方ですがね、チャンネル登録のペースとしては落ち着いてますけど、以前のペースに戻っただけっていう感じになりますね。3230名を突破、早くも3230名をと、つい先をね、先日3000名突破したばかりなんですけど、1ヶ月ぐらいでね、結構な人数増えております。まだチャンネル登録もね、まだやってない方はぜひぜひお願いします。まあ今日の動画はこんな感じでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。はい、ごきげんよう。さよなら。